皆さんこんにちは。練馬映像人インタビューです。この番組では練馬にゆかりの映像人の皆様にお話を伺い、練馬と映像文化の関わりを紹介していきます。今回のゲストも前回に引き続きアニメーション作品のプロデューサー丸山正夫さんです。丸山さん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。丸山さんは1965年に練馬区富士見台の虫プロダクションに入社、そこから現在に至るまで60年近くアニメを作り続けている日本のアニメ界のレジェンドのお一人です。明日のジョーからこの世界の片隅になど、関わった作品は300作品以上。本日は一緒に作品を作り上げてきた監督たちのお話、そして今なお制作し続けている丸山さんご自身の、お話をお伺いしたいと思っております。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。前回にもちょっとお話出ましたが、その大きな転換点だった明日のジョーを一緒に作られた出崎監督について、ちょっとお伺いできればと思うんですが、はい、最初にご一緒された作品は何ですか？多分、虚空の大冒険だと思うんですよね。うん、僕が助監督でスタジオに入ってて、はい、隣がおさむちゃんのいたスタジオ、はい、同じスタジオの中のグループだったんですね。うん、そこで虚空の大冒険の出だき作品見て、まあ、他の人と全然違うシャープで、突然思いつきがすごいことを、シナリオと関係なく映像をやってきて、若くて一番飛んでるやつ、そういう印象はもちろんあったんですけども、まあそんなことよりはどっちかって言ったら麻雀友達、ほとんど毎日一緒にいましたから、彼の車に乗ってメンツ探しをしてたんで、まあ虫プロが好きなもう一つの理由は、勝手にいろんなことができる。仕事をやりたいときは仕事やるけど、仕事をやりたいときで、やりたくないときはやんなくて済んじゃう。誰かがなんかやってくれる。僕とおさむちゃんは麻雀ばかりやってる。まあ怒られたりもちろんするんですけど、いろいろ。最終的には許してもらえてる。あの凄さ、ありえないと思うんです。今考えると。誰もちゃんとしたコントロールしてない。でも物ができちゃう。あの無政府主義的なところが、虫プロの、僕が言っていたのは、一人にそのせいだと思うし、それがすごく好きで、ただ、僕がそういう会社をやるつもりもないし、やったら潰れちゃうし、あんなことやってよかったのか、やった張本人が今反省をしております。あの、印象はすごく出崎監督といっぱいやってた印象があるんですが、明日のジョーとジャングルクロベと最初のエースを狙えと、後年になってウルトラバイオレットコティフォーですが、それ以外にも。ありますよ。虫プロがダメになって僕らマッドハウスを作ったんですね。はい、それは出崎に仕事をやってもらうための会社なんです。うん、僕の会社でも何でもなくて、うん、明日のジョーやったスタッフを国松様の通りやったのをやって、そのスタッフを虫プロがない以上は、どっかでそのグループで仕事をやるっていうのを選んだ。はい、そのグループでやったら出崎作品を作る。出崎の監督のものをやるっていうのが僕的なイメージで、マッドハウス作ったんですけども、実はすぐに仕事はなかった。はい、東京ムービーの下請け仕事から始まってる。でもその時に、総映新社って今のサンライズにそれがなっていくんですけど、はい、実際、そこは、ところ現場がない。プロデューサーだけ集まって、お金はないから、作品決まったら人を集めるけれども、ただちょっと振り向いたら、出崎さんもそっち行かないんで、逆に仕事は、明日の上やったスタッフは、人がなかったら仕事なくなっちゃうんで、どうしようかと思って、東京ムービーの仕事を、ジャングルクロベとか入ってくるんだけども、その時に、その総演習者の一発目が、ハデド。ハデド、はい、はい。スタッフいないから、岸本としては、俺のとこ来て、まだやれ、やってよ、うん。会社違っても困らない、みたいな、うん。うちスタッフいないんだから、うん、お前のとこもまだちゃんと親しく竹持ってないから、これやって、って。こういうギャグものとか、うん、軽いものはお前が一番向いてる、とかって言われちゃって、うん、乗せられて、僕も、じゃあ、出崎も今暇だから、うん、チーフディレクター出崎で、ハズロの頭は出崎と僕がやってるんです。ああ、そうですか。ただ、出崎は、ワンクールやった後、はい、これどうも俺向きじゃねえとかってやめちゃって、僕は岸本の手前、やめるわけにはなくて、ツ、はい、ークール目もちゃんとやってから、サンライズ、その、東映新社じゃなくて、マット
あと汗もちょっと決めたけど、うん、最初の風どもは、やっぱり出なきゃそうか。ああ、そうだよ。あと、劇場版のエースを狙えとか、ガンバの冒険も関わってらっしゃいます？関わってるとか、マッドハウス作品っていうのは、基本的に僕が関わらざるを得ないんですよ。ただ、どの程度関わったかっていうと、ものによって、これ、おさみちゃんお任せ、つって、それから、マトハウス、お金が全然なかったですから、うん、僕は、サンリオに出向したり、なぜか、オープロに出向したり、ああ、そうなんですか。結構、ライオン丸とかって平気でやってる、いろんなことやってるんで、おさみちゃんの仕事にあんまり関われない時もあるんですよ。フーンライオンマルって実写のですか？実写の。え、ピープロ？ピープロ、ピープロですね。本当ですか？それから、日本アニメの出向してた頃はな、ピコリーノの冒険とかっていうのは、はい、あれシリーズ構成なんですよ。僕はいろいろ。あ、そうでしたか。マッドハウスに金入れなくちゃないから、8回出向して、高速料もらってきてマッドハウスに入れてたんですよ。その頃一番稼いでたと思いますよ、僕は。あ、そう、なるほど。だから何でも好きだから、はい、そこに好きな人がいると、ピープルのプロデューサーの方が、すごくこの脚本を直しの上手い人で、はい、勉強になりました、ものすごい。それはね、明日のジョーの後に、別所さんってプロデューサーが、もし助監督みたいな話を、そのプロデューサーが本をどんどん直しちゃうんで、それを手伝ってくれる人が必要。と、うん、いうことで、別所さんが、まさに、行って手伝ってきてって言われて、行って手伝った時期があります。なるほど。まあ、マットハウス以外にやってないんですよ。で、マットハウスもマットハウスで、おさむちゃんとその宣伝映画とかやるじゃないですか。はいはい、コマーシャルみたいな。はい、PR フィルムみたいな。PR フィルムとか。はい、井上陽水の闇夜の国かな、はいはい、ミュージックリップやるとか。はい、そういうの結構好きで、はい、おさむちゃんもそういうものが、ものすごくもう再起がわかるっていう。そういうひらめきみたいなのは、それこそ国の大木にとってすでにあるんですけども、うん、そういうものがミュージックリップやらコマーシャル映画の時の、うん、やっぱり村京さんの再起っていうのは嬉しくなっちゃうみたいな、うん、仕事が好きになっちゃう、うん、原因はあの辺にありますね。ちょっと何人か監督のお話をお伺いしたいんですが、正木森監督の作品、正木森監督、はい、夏への扉、はぐれ雲、裸足の伝、時の飛び人ですか。正木森さんとはほぼ同年。もう私、年齢が16年、全く林太郎と、はい、僕と正木森全く同じなんですけれども、まあ、ムシプロの先輩で、うん、すごく尊敬すらしてた。ただ、彼は本当不思議な人で、ムシプロ時代絵描く人って夢にも思わなかった。あ、そうなんですか。制作として、辣腕の制作。あ、そうなんですか。すっごいプロデューサーとして、仕切りのうまさと、整理のうまさと、スケジュールきっちり守って、強引に人に有無を言わせずやっていくっていうタイプの。ちょうどムシプロ辞めてマットハウス作ってたから、演出って出だけしかいないんですよ。ああ、なるほど。出だけがやらないものはありえないわけですよ。はい、てか、それほど仕事があの人器用でも何でもないし、はいはい、やったらそれ集中しちゃうし、はい、それ以外の仕事ってどうするかっていう時に困り果てて、その、まさきもり呼んできて、はい、漫画も描けるんだし、はい、こんなぐらい描けるだろうって、あなたぐらいは、つって、マットハウスできたての頃は、全部森ちゃん、まさきもりをお願いしてた。そうですか。上がってる絵コンテが映画好きだから、手塚さんもそうだけど、ゼロではないんだけど、よくよく現場入ってみると、結構難しいことがいっぱい出てくるんですよ。そうなんですね。どうしようかっていうところで、川尻呼んできて、うん、それ絵コンテ、これ全部、萌ちゃんのコンテある。うん、書き直して、うん、で川尻が全部リライトしてるんですね。あ、もしくは、コンテのもので、レイアウト段階で全部。アニメーションにしていくわけです、うんうん、そこで逆に言うと川地が育っていくっていうのもあるんですね。演出の粒っていうのが分かってくるみたいな、うん、僕的には一挙両得のなるほど。萌ちゃんに対しては本当申し訳ないなみたいな、うん、勝手に好きに使わせてもらってたか助けてもらった、う
今お話にも出てきましたが、またこの間トークをやられた林太郎監督に関してもちょっとお伺いしたいと思うんですが、林太郎監督とも作品ものすごく多く、そうですね。やっぱり、何でもできる、唯一の人だと思います。うん、どんな本でも、どんな世界観でも、どうでもやる。こなしてみせる。ある種、アーティスト。はい、じゃあ、それで終わるかって言うと、そうじゃない。うん、そういう底知れないところがある、うん。何でもできちゃうじゃないですか。そういう断片でもいいし、ハートでもいいし、エンターテイメントでもいいし。そういう意味では、本当、最初からずっと今まで、助けてもらってる。やっぱりその一つのポイント点である現場対戦っていうのは、日本のアニメーションを変えたと思うんですよ、はい、僕は、うんうん。あれがターニングポイント、うん。やっぱり今の大人もアニメを着て子供のものだと見ないという。で、角川春樹っていう特別な人がいた。勝手に林太郎に任せる。金も出すぞといった人がいたっていう。アニメーションが劇場映画として成立するようになってきた39を含めて、はい、その時に現場対戦強く、今までやった手塚治虫とか石森章太郎じゃない大人向けの SF を大友克洋でやった、うん、それをやろうとした林太郎の演出力含めて、うん、音楽作り含めて、新しいことに対するチャレンジということが、うん、まあやっぱりもう、日本のアニメーションそのものをまるでこう変えたというか、うん、あのパワーっていうのはすごいですね。今でも困った時は、リザルサスローダウンって言うと、しょうがねえな。やりたかねえよ、こんなものっていつやってくれますから。そういう意味では本当、まあ、ずっとお付き合い願ってるという。そういう意味では僕は本当ラッキーなんですよ。恵まれてるんですよ。どうのこうのじゃなくて。うん、その人たちに支えられてやってるんであって、僕が長くやれてるのは単純にそういう人たちが一緒にいてくれるからやってられるわけで、運がいいというか、幸せな人生でございました。残念ながらお亡くなりになってしまいましたが、今智史監督作品も、丸山さんが劇場作品はずっとやってらっしゃいましたけど。これはね、いろんなこと言われても、僕は単純に航空のそばに入れただけで、僕がいろんなことができただけでお話であって、だからやれる場所をどうやって作るかって考えて、作品そのものは全てこの作品ですから、うん、僕に言わせると、この作品が好きなことを好きなようにやってくれればいいと思ったんで、まあ残念なことが言えるとするならば、全部赤字だったことだけだと思います。うん、要するに、あれだけの作品がなぜ売れないのか、うん、僕にとっては謎で、だから偉人だと作り続けたことあるけど、うん、あんな面白いもの、うん、だから未だに残ってる。すべての作品が、うん、賞味期限が10年とか20年っていう、珍しいですよね。やっぱり賞味期限っていうのは、やっぱり作られてから限られるし、忘れられてしまうし、まあ、瞬発力あるものもありますけれども、航空のやつ、全作品、賞味期限、エンドレス。うん、最初からそう、うん。最後までそう。うん、ちょっと、類まれなる人ですよね。うん、なんか、それは、一緒に入れただけで、うん、本当に作れた。というか、だから僕が作ったって感じ全くないです、うん。僕は単なる伴走者、うん、一緒に走る。うん、ただ、航空がどんどん走っていくの、一生懸命、後ろからここ一緒にこう、で普通は伴走者って自分がこう、バッと走るじゃないですか。僕はただ釣られて一緒に走ってるだけ。うん、一緒に走れたってことは、本当これはもうラッキーとしか言いようがないですね。うん、一緒に入れた時の、やっぱさっき言った面白い、うん、これやってよかったっていう気持ちの、うん、になれる最大の人でしたね。うん、片渕素直監督とはどのようなお付き合い？これはですね、本当に古いんですよ、実は。僕最近ちょっと2、3本付き合ったように一瞬見えるんですけど、実は僕が出た後の虫プロ、残った人で会社を運営しているところで、後ろの正面でフィルムができた時に、
まあ、昔の仲間たちがやってるんで見たときに、びっくりしましたよ。どうしたのこれ。今までの後ろの作品と全然違うと。これはなんか違う。と思ってずっと見たときに、タイトルは当然みんな知り合いの名前で、一人だけ知らない名前の片道素直ってタイトルがあったんですよ。でこいつ何者って言ったら、なんかジブリでやってる人で、今回そのだけレイアウトでお願いしてた人と聞いて、なるほど、絵がちょっと気持ちジブリっぽいっていうか、宮さんの絵に近い、昔の手塚さんとか虫歯の絵じゃないね。そっちじゃなくて、一番驚いたのは僕はレイアウトなんですけど、やっぱりレイアウトはその川尻とかインターとか僕は天才と付き合ってるからレイアウトうるさいんです、結構。本当この絵作り、このセリカイは何だと思うんで、亀田地区に一緒に仕事しよう、あそこ電話して、それから一緒にするようになったのは20年近くですかね。ずっと間が、すぐに彼が行ったのとか、40歳で研究をやったとか。早いし、うまいし、重宝なんですよ、誰でも仕事頼みたくなる男なんですよ、ものすごい忙しい人で、あちこち仕事をどんどんやって、僕、仕事量的に一番多い時期、彼の、だったと思うんですよ。その間ずっと辛抱して僕待ってたんです。片道一緒やろうね、やろうね、つって。で、ちょうど4度 C で、大砲の街かなんかね、はい、大友くんの助監督やってるんですよ。僕がポイチンと切る。あんたが助監督みたいでダメですよ。監督やんなさい、とかね。で、その後、ブラックラ君をやってもらったり、はい、ブラックラ君頑張ってくれたんで、ご褒美に。前々進行をやりましょう。要するにブラックラグって彼の中ではちょっと違ったテイストなんですよ、はいはい。逆に僕はそれをどうしてもやってほしかったんですね。はい、彼のテイストのものっていくらでもある。いつでもやれるんですよ。で、ちょっとそれをやってもらって、じゃあその後どうしようかってんで、彼のテイストに戻ってっていうか、前々進行をやってもらって、前々進行がものすごく僕が好きで、この延長中で何かできるかと。つか前々進行で見たお客さんが、片渕のここが好き。僕よりもずっとそのお客さんの気持ちっていうのはすごく分かったんで、はい、じゃあそういうものをやろうよって言って、そのお客さんが選んだこの世界っていうのを片渕も選んで、具体的に結果を出した。だから、この世界に来るまで30年以上ありますからね、最大の。突然その、付き合ったわけでもなんでもなくて、最初に片道一緒に仕事にしようねっていうのが、本当に結んだ、身を結んだのが、ブラックラグンであり、マイマイ進行であり、この世界だと思います。そして、細田守監督。まあ、この片渕監督の劇場作品とほぼ同時期に、時をかける少女、サマーウォーズ、丸山さんのもとで作られたかと思うんですが、どのような。これはですね、僕が東映のものを見て、お邪魔女ドリーム見て、びっくりして、なんだこれは、テレビシリーズでこんなことやっちゃいけませんって言って、どのぐらい時間かけたのかわかんないけど、まあ、どっちか高みですね。この話の展開とか、この匂いがものすごく好きで、もったいないなと思ったんですよ。もし、東映さんには申し訳ないけど。てか、子供にである必要がない。子供っていうことで大人が見てくれない。その枠組みの中で、こんなものできていい、これでいいのか、みたいなのがあって。で、ホタ君に、同時にその時僕がちょっと別な企画をやってて、まあ、コン君と一緒にやってると、次は何やろうかっていうことになってて、コン君が、僕の反対を押し切って、つい安高であると。っていうのは、原作ものだから早くやって、やれるって彼が言うんで、分かった、やろうってパブリカを、やることになったんですね。その時、原作ものとはいえ、これ絶対当たらないよな、っていうか難しいよな、今回の今までの中でも内容的に言うと一番難しいんじゃないかと思ったんで、ちょっと2本立てにして公開しようと。まあ一番わかりやすい、一番エンターテインメントの要素の強い、筒井康隆だけをやるべきだと。ということで、筒井さんにパプリカの原作権を交渉するときに、ついでっちゃなんですけど、時をかける商品を発明してみたいんですけど、言ったら、OK よ。
って言われて、その時ふと、その昔見たお邪魔するドレミを、お邪魔するドレミでやってほしいんだと。ただ、主人公は原田知世よね。要するに、お邪魔するドレミの中で、魔女を卒業した魔女っていうのは原田知世がやってるんですよ。問いかけじゃないですか、まるで。うん、はい、原田知世よね。うん、を主人公にして、あの年代の子にして、うん、お邪魔するドレミのちびとも全部いらない、うん。こっちを主人公にしてやろうよ。と、うん、いうことで、彼に乗ってもらったっていうのが問いかけなんです。うんうん、それがコンサートしてやってたらどうなってましたかね。たらればだけど、これはこれで別に別な意味で面白いかもしれないけど、そういうきっかけで、うん、そのお邪魔とおるみが大好きっていうことがあって、うん、今度は一緒にやってほしい。それも、どっちかって原田知世、年齢の高い魔女を卒業した魔女の話で、とにかくやっちゃいましょうと。うん、そういう、検索あんまり気にしなくていいよと。水産と話ついてるから大丈夫みたいな。で、奥田役の方になってみたい。まあ、結果的に、もちろんその東映アニメーションさんでもいい作品、そういうふうに作られてらっしゃると思うんですが、やっぱ一般的に細田守っていう監督の名前が、こう、知められたのは、時をかける少女サマーウォーズがあったからであり、かつ、その、斎藤裕一郎さんが、後にその細田さんと一緒にスタジオ地図を作り、一歩前に出る大きなきっかけだったんじゃないかなっていうふうにちょっと感じてるんですが、そのあたりは。グッドハウスで、細田チームを作った時に、制作としてプロデューサー、まあ僕と一緒にすぐ下で斎藤がやってるんで、で、日本にできたところで、もう二人で会社作れば、みたいな。まあ、みんなそうなってほしいと思うんですよ。別に会社でなくて、やっぱり監督っていうのはやっぱり、どのプロデューサーってやる人がいてもいいように、このプロデューサーと組むぞってのあった方が、お互いいいと思うんです。ただ、そういう人もなかなかめったんない。もう斎藤細田組ってのは本当、たぐいまれな。要するに細田がいて、斎藤がいる。それは宮崎さんがいて、鈴木敏夫さんがいるような、そういう感じで。僕はあちこち手出すんで、細田もやるし、片口もやるし、全部やっちゃうんで、そういう人がとうとういつかなかったんだけども。てか逆に、僕にとってはとても嬉しいことなんだけど、やっぱり斎藤細田組みたいなのは、いろいろあって、たまになってやっていけば、いいのかなと思いますね。まあ、頑張ってくれてるから嬉しいかなと。最後に丸山さんのお仕事のことをいくつかお伺いしたいんですが、いろんなまあ企画の話も来るでしょうし、ご自身がやりたいというものもあると思うんですけど、この作品をやるのだって決めるポイントみたいなのあるんですか？ないです。ないですか？何でもいいんです。何でもいいですか？何でも OK。うん、これやってるのはさっき言ったように、はい、だったらこう変えたいっていうことであるけれども、何でもいいんですね。だから、これもね、どっちかっていうと、手塚 DNA かもしれない。手塚さんってのは何でも仕事だけでは受けちゃう。100本あるうち何本やれるっていう。だからこれだったらこの人とやりたいとか、あの人とやりたいとか、それは出てきますけれども、基本的にその、これじゃないといけないっていうのはあんまりない。ただ、僕一人でやれって言ったら多分全部やんないですね。はい、全然、なんか遊んでたらいい方だから、マージャンやってるか飯食ってるのが一番良くて、人がいるから、こいつがやるならやるよってことで。みんな誰もやってくれる人がいなくなったら多分仕事や、喜んで やめさせてもらうと、うん。誰かがやってくれる人がいる以上は、やりたいと思ってる。中身は何でもいい、うんうん、じゃあ作ることの中で一番大事なのは誰かとやることっていうことですね、うん、まあできることなので売れてるものとか誰でもやれるものっていうのはあんまりやりたくないかもしれない、うん、なるほど。これは非常に困ってますとか、これはやれないでしょって言われちゃうとムラムラとくるこれは滅んで病気ですね今年6月に生前葬をなさったかと思うんですが、
どのような思いで生前葬を。本当に元気なうちにみんなにちゃんとご挨拶しておいて、いつの間にかヨボヨボになって顔も見られたくないみたいな死に方したくないなと、元気なうちにみんなに会いたいなってのが一番の趣旨ですね。うん、明るい葬式やりたい、はい、面白い葬式、はい、僕らエンタメで生きてる人間が悲しい葬式やっちゃいけないと思ったんですよ、はい、で、まあそれに皆さん感動してくれた人が一部いたんで、すごく幸せにこの人生が終われるなと思ってます。とはいえですね、企画がまだいくらでもあるという状態だと思うんですけど、いやいや、どんな作品を作っていくんでしょうか。今やってるので、さすが年齢81歳で、今回なんだかんだ準備から始まったら10年近く、たった一本の作品でかかってますから、さすがこれで終わりだろうと、成功に突き果てて、次の仕事はやりたくなくなるんだろうと、てか、誰も付き合ってくれなくなるだろうと思ってたんですよ。で、来年も完成するんで、大体もの見えたところで、まだ誰か付き合ってくれそうだなっていうのと、まだ俺もまたちょっと頑張れそうかなと思ってんで、まあ、最後の一本をやりますと。決着します。しばらく考えました。どうしてもやりたいと思ったのが、約15本近くあったんで、こういうラストワンと言わないと。いや、ラストワンの1、ラストワンの2、ラストワンの3。ラストワンだから、あとの残りどこまでできるかは、全く状況次第。ただ、企画やっちゃったら、それの目鼻がつくまでは死んでも死にないれなくなんで、やるだろうと。あんまり一挙に15分ってわけにいかないんで、とりあえずできそうに2、3本は、もう準備始めてる感じですね。今映像の世界に入ってきた若い人たちとか、これから映像の世界に入ろうとする若い人たちへのメッセージがあれば、ぜひお聞かせいただきたいんですが。結局一人の能力が大事です。でもやっぱり総合力じゃないですか、アニメーション特に、まあ、実写でもそうだと思うんですけども、やっぱり一人で何かできるっていうのは無理かもしれないけど、せっかくだからやっぱりチーム組んで、そのチームがどういう色で、どういう世界でどうやっていくかっていうのをプランニングしつつやっていく。大好きな言葉に、仲良く喧嘩しな、喧嘩っての仲が悪いからやると思い込んでたんだけど、いや、そうじゃなくて、仲良く喧嘩してものに、なんか出来上がっていくっていうのが、すごくいいことだと思うんですよ。練馬区がこういうその映像文化にフォーカスした取り組みをしていることについて。いや、それはもう僕にとっては心のふるさとですから、虫プロというものが全ての漫画文化でいうと時矢荘、手塚さんの存在っていうのが、日本の全てが富士見台に僕は凝縮されていると、僕の魂も全部そこにあるというふうに思ってるんで、これは大事に大事に育てていったり、核になっていくべき、そうなってほしいなというふうに思います。こんなことでよかったんでしょうかちょっと失敗しております。とんでもございません。本日は本当にありがとうございました。ありがとうございました。お疲れ様。